6月18日、枚方市総合文化芸術センターで開催されたミュージックシェアリングフェスティバルの一環として開かれたスマイルフェスタのレポートです。枚方イベントホールでは大阪府立村の支援学校の生徒さんたちによる作品の展示即売でとてもにぎわっていました。工芸品、食器、クッキー、野菜など種類も豊富でした。お野菜はとっても新鮮で美味しかったです。